くなった。ボソスキー、ボソスキー、勝ちました、ドラゴンズの与田監督です。連投中の決勝、大野投手は見事な完封、盤石の展開と言いましたが、監督の目にはどのように映りましたか？もう本当に何も言うことないですね。素晴らしいピッチングでした。連勝中、リリーフチームの登板が重なる中での今日の完封、本当に大野投手、楽しいエースですね。リリーフ投手、本当にこの9連戦の中で、みんな疲労困憊という状況でしたので、投げ切ってくれと今日は試合前から思ってましたけども、本当にその通りよく投げてくれたと思います。登板前、大野投手に何かそのような言葉が書いたんですか？おそらくもう今日の練習の時の表情を見ても非常に気持ちの入った顔をしてましたので、余計なことはプレッシャーをかけないように何も言ってませんけど、今日は打線の方、序盤に早くも先制、それから終盤にも追加点がありました。今日は上位打線、中軸、下位打線、いろんなところから点が入りましたね。もう1点ずつでしたけれども確実に点を取り続けましたし、よく言えばね、1点がというところがありましたけれども、本当に全体的によく頑張ってくれました。その中でもアルモスで西江といった両外国人たちで中軸に当たりが最近敗れています。この辺りどのように見ていますか？もともとパワーもありますし、ミート力もあるだけの外国人選手ですしね、今日はシエラが出場しませんでしたけども、外国人選手たちもライバル心を燃やしながらよくやってくれてます。これで1番4連勝、貯金も2としました。一時は借金が挟んだこともありました。ここまでのチームの動き、成長をどのように見ていますか？この本当にいい状態で戦えているというのは選手の力、スタッフの援護、そういう賜物だと思ってます。まだまだ先がありますからね、これから一生懸命みんなで協力してやっていきたいと思います。そして今日の勝利でタイガースを抜いて2位に浮上しました。ありますから、毎日毎日順位が変わらないように、この数字を安定した数字を、ね、維持できるようにしっかり戦っていきます。ありがとうございました。与田監督にお話を伺いました。9月また個人12と関係になってくる。という数字となっています。この数字についてはいかがですか？
後ろ向いてる。その数字っていうのは本当にあの野手のみんながしっかり守ってくれてるから、出てる数字だと思いますし、全然自分一人の力じゃないと思ってるんで、まあ、でも点取られることは残したことがないんで、またね、1イニングずつ伸ばしていけたらなと思います。今日の完封は5シーズン5度目の完封勝利、シーズン5つの完封、シーズン5つの完封というのはドラゴンズでは19年ぶりの数字、本当に記録がどんどんついてきますね。この前来た時が多分自分、まあ、ゲーム前からそれは完封というのは狙ってはいないんですけど、ただその長いリングを投げられたらという延長で完封、完封というのがついてくるのが僕だと思ってるんで、ね、これからもさらに守ってますね、そういう数字が伸びていけばいいと思いますし、また頑張っていきます。今日は本当に記録含めで、今日の完封で防御率ランキングジャイアンツの菅野投手を抜いて現在トップに上がっています。ファンの大きな拍手を送ります。まずマシェル、本気についてはいかがですか。まあ、意識してって言ったら嘘であります。すごく意識してますし、ただでもまたもう何試合ですかね、3試合、4試合ぐらい投げられますし、まあ、他のというかその、ね、争ってるピッチャーも投げますんで、こればっかりはもう最後まで分からないんで、ほんまに毎回抑えていって、最後に笑えたらなと思います。実は大野さん、今日のこの名古屋高校にお立ち会い、今シーズンだけで7回目です。いかがですか、名古屋ドームのお客さんの前での名古屋ドームのお立ち会い、そして名古屋ドームのマウンド、いかがですか。やっぱりホーム球場ですしね、ここで勝てるのが一番いいと思ってますし、本当に来ていただいたお客様に、喜んでいただくのが、ね、僕たちの仕事だと思いますし、そういう試合が1試合でも受ければと思って、これからも頑張って応援しています。次の登板では5年ぶりの2桁勝利という数字もかかってきます。次の登板に向けてファンの方にメッセージをお願いします。はい、まあ、僕の勝ち越しというのは、後からついてくればええとぐらいで思ってるんで、まあ、まずはチームの勝利を第一に投げてますし、もうここから順位が下がらないように全員でまた明日から必死に戦っていきたいと思います。ありがとうございました。見事な完封勝利、大野。